動画大谷翔平11号ツーランホームラン。はい、音がすげーよ。こいつマジでなんなん、嘘やろ。また3倍打点から離れていっちまうよ。5月男、確変入ったな。化け物、量産体制入ったね。うおお、ついでにフリーマンも打ってて草。ホームランマシーンやん。1回からベッツ大谷フリーマンの3人で3点取ってて笑った。ジャークすぎる。最強打線、ドジャース打線頭おかしいやろ。2者連続ホームラン強すぎる。相手に同情する。もうわけがわからないよ。やべえな大谷。ボンズ声やな。なんでこの人ピッチャーなんてやってたの？稲妻みたいな音したな。飛びすぎ。あそこに言わないのにやっと慣れたかな。バケモン。今年もうなげんでいいやろ。打者専念しろ。ベッツ大谷リーマンの並びが強すぎる。久しぶりの確変モード入ったか。センターに打ってる時は相当調子がいいね。音やばすぎるな。毎回外角直球をセンターに運んでるなこいつ。肘感知したらどうなってしまうんや。6月谷モードに入ってるやんこれ。エンゼルス時代も岩村ばっか打ってたな。毎日打つやん。このチャンネルでは何時でのプロ野球やメジャーリーグなど、最新ニュース、注目を集めている話題をまとめています。頑張って更新しますのでお見逃しのないよう。よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価もいただけましたらとても励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。